ハマスタでめちゃ久々の連勝、の阪神&DEファンの反応。近本えぐいな。もうハマスタ怖くねえな。佐藤は反省しろ。リリーフ3イニングパーフェクト素晴らしいわ。ほな、また来シーズンは優勝できるとええな。近本いい加減にしろよこいつ、盗塁しすぎやろ。明日石高、交流戦後の悲惨立て取り戻せるか。昼まくった低温調理のチャーシューにやられてトイレから出られないまま試合終了してしまった。しかし巨人ひどいな、ちゃんと勝たしてくれたらええけども。この勝ち越しはでけえな苦手意識払拭的な意味合いで。 B クラス落ちは間違いない。借金生活も見えてきた。7月に足が打たなくなった上に守備も悪いところばかり出るようになった。ベース貯金1でやっぱ減るのは一瞬やな。ハマスタ連敗の呪い払拭したらこんなもん。点取られてもすぐ返せるようになった。勝ちパ温存勝利は大きい。ファンの手のひら返しも含めて阪神見てるみたいやわ。 DeNA 一番レフト佐野なんて行為する監督が勝てるわけないんや。5点ビハインドで1点台のリリーフが出てくる鉄壁のブルペン。岩崎島本使わんで勝ててよかったわね。広島マジで直接対決で潰すしかなさそうで草。残塁10号。この横浜側がミス重ねて気づいたらこっちが勝ってるの懐かしいな。ハマスタの客は貴重な夏休みに併殺打を見に来とんのか。正直ここまで打てないならどうしようもないやろ。しかし広島いつも勝ってるな。青柳ズルズル行くか怖かったけどなんとかなったな。チームの調子の差やろな。これ3立てあるんちゃうか。やっぱアズまで勝てたんはでかかったわ。宝石のような切り式。ハマスタがホームだったことを思い出したか。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。